何かしていく？行ってらっしゃい。なあ、さっきアンが言ってたレジ…レジス…レジスタンスですよ。考えたんだが、話をするだけじゃなく見ておいてほしいものがある。ついてきてくれるか？いいけど、どこだよ？かつてアクアニウムが大爆発を起こした場所だ。あ、わかった、行こうぜ。協力者を見つけるためにサンドランドへ来たのに、私たちに助けを求めようとは考えなかったのか？考えたよ。けどおじさんたちにはやるべきことがあるって分かったから、私の事情に巻き込んじゃいけないと思ったの。そうか。サンドランドとフォレストランドは不可侵の停戦協定を結んで、よく国境を越えられたものだ。払った代償は小さくなかったよ。なんだよこれ。聞き死に勝りますな。これがアクアニウムの爪痕。そうだ、巨大な爆発によって辺り一帯が跡形もなく吹き飛んだ。そしてその引き金を引いたのが、当時国王軍の戦車隊を指揮していた私だ。そうだったの。なんで俺たちにこれを見せようと思ったんだ？アクアニウムがいかに危険なものかを知ってもらいたかったというのが表向きの理由だが、本当は怖かったのかもしれんな。お前さんほどの人間が何を恐れるね。取り返しのつかない己の罪と一人で向き合うことさ。だがおかげで再確認することができた。やはりアクアニウムは人の手に負えるものではない。けどブレッドってやつは集めて使うつもりなんだよな。一つでこれなのに、数を集められたら誰も手出しできなくなるでしょうな。そんなことになったらお父様は。お父様？あ、それはその、おしゃべりはそこまでだ。誰だお前？よくぞ聞いてくれた。俺の名はクロア将軍。知ってる奴がいたのかよ。意外と俺も顔が売れてんだな。あれもフォレストランドの将軍なのか？
正体がバレてんなら早速問題だ。あんたたちが持ってるアクアニウムを渡してもらおうか。間近で魔物を見るのは初めてだ。任務じゃなきゃ怠慢でやり合いたいところなんだな。いつでも相手してやるからかかってこいよ。動くな。警告は一度だけだ。ちおっさん、シーフ、あん、舌を噛むなよ。はっ、この、動くなってのに。いってぇな、この野郎。ふぅ、やっとしたぜ。だが、これで終わりだ。へっ、それはどうかな。何？みんな無事か？無茶しすぎですぞ、王子。本当。あれ、ベルゼは？口の中が砂まみれだ。それにしてもここは古い遺跡のようじゃな。地下にこんなものがあったとは。ゆっくりしている暇はないぞ。クロアという将軍と兵士たちも一緒に落ちたはずだ。見つからないように出口を探そう。地下にこんな空間があったのか。人間が昔作った遺跡みたいだな。ここからは地上に戻れそうにないね。先へ進んでみようか。道を探すか。やっ、うりゃっ。まあ、ちっとは楽しかったぞ。あ、橋が崩れてるな。スピードに乗ってあの斜面に行けば飛び越せるんじゃない？バイクを使って試してみるか。
え？くそ、どうなってんだよ。落とし穴とは随分古典的な罠だな。下に剣やら槍やらが突き立ってないだけ情けがあるの。そうでもないみたいだよ。おいおい、これって結構ヤバくない？フォレストランド軍と戦っていた方がマシだったかもな。どうするんです王子？やるしか。え？だからやるしかねえだろって。静かに。そう、あなたたちも怖いのね。驚かせてごめんなさい。あなたたちを傷つけるつもりはないの。何やってんだお前、そんなことしたって。なんと、小娘のおかげで命拾いしたようですな。たまたまだろ。あ、そうか、きっと俺の恐ろしさにビビったんだ。どっちでもいいよ。それより出口を探そう。でも人が通れる隙間ではないな。そういえばドンプテラノの時も似たようなことしてなかったっけ？うん、たまに虫や動物の声が聞こえてくることがあるんだ。その時だけは言葉を返すと不思議と通じ合える気がするの。虫や動物と心を通わせるとは、まるで王子の姉君リリー様のような力じゃな。隠し扉を開くような仕掛けもなしか。ねえ、ベルゼのお姉さんもリリスって言うんだね。うん。私のお母様と同じ名前だ。なんじゃと。よっ、ダメだね、どこにも出口がない。小娘、お前さんの父は名を何という？どうしてそんなこと聞くの？いいから答えんか。ジャム。待ってくれ、ジャムとはフォレストランド王の名ではないか？そうだよ、私はブレッドに幽閉されたお父様を助けるために戦ってるの。やはりお前さん、リリス様の娘だったのか。リリス様のって、え、お母様悪魔だったの？それよりジャム国王の娘とは、アンは王女だったのか。バカ、騒ぐからまた。あ、ごめんなさい、また驚かせちゃったね。やはりリリス様と同じ力。もう、それでお前変な匂いがしてたのか。どうして落ち着いてられるのよ、人間と悪魔が結婚なんて。そういうこともあるだろ。軽い、うん、そんなのどうでもいい。それよりお母様よ。
お母様が悪魔ってことは、私は悪魔と人間のハーフということになるな。やっぱり？そんな。なんだよ、お前も魔物なんて汚らわしいって口か。違う、そうじゃないけど、それじゃ困るんだよ。やっぱ嫌なんじゃねえか。話は後でいいだろう。ここを出る方法を考えなくては。なあ、お前あいつらと話ができるんだろ。だったら出口のこと知らないか聞いてみたらいいんじゃねえの。え？うん、やってみるけど期待しないでね。しゃ。何度も驚かせちゃってごめん。すぐに出て行きたいんだけど、出口がわからないの。もし知ってたら教えてもらえないかな。開いた！すげえなお前。うん、素直には喜べないけど。床が脆くなっているな。落ちる前にさっさと進んじまうか。ほっと。ここも脆そうだよ。バイクで一気に渡っちまおう。悪魔の子だって気にしてんのか。だって仲間になんて説明したらいいのか。ほっと。仲間ってレジスタンスです。それもだけど、レジスタンスの存在理由そのものに関わる話なの。
ブレッドはクーデターの理由を悪魔の王妃に操られた国王から国を守るためだって言い回ってる。でも私たちはそれを否定してこれまで戦ってきたの。なのに本当にお母様が悪魔だったと分かったら、レジスタンスの正当性が根底から揺らぐことになるか。愚かな。リリス様が人間を操って国を滅ぼそうなどと考えるわけがない。私だってそう信じたい。でもお母様はもういないから。いないってどういうことだよ。姉ちゃん今どうしてるんだ。勇者に退治されたってフォレストランド軍が言い回ってる。はあ、姉ちゃんが人間なんかに負けるわけねえじゃん。俺ですら一回も勝ったことないんだぞ。そんなこと言われても、10年前にお母様が姿を消したのは本当だし。ありえねえ。シーフ、姉ちゃんを探すぞ。もちろんです。じゃあ一緒にフォレストランドに来てくれるの。ああ、まあそうなるか。全員の目的地が一致したようだな。おじさんも来てくれるの。もちろんだ。アクアニウムを奪い返さなくてはな。すごい、こんなに心強いことないよ。ちょっと待て、レジーンなんとかに力を貸すためじゃねえからな。分かってる。よかった、夢みたいだ。本当に分かってんのか。姉ちゃんが負けたなんて絶対信じねえぞ。俺より強いやつがそんなにいてたまるか。心配だから探すってわけじゃないんだね。今度は天井か。早く通り抜けないとペシャンコだ。ほった。うっしゃ、ほった。
やっと来たか。待ちくたびれちまったぜ。先回りされていたか。クロータイは足が自慢だね。中でも俺はとびっきりだ。さあ、今度こそ逃げ場はないぜ。おとなしくアクアニウムを渡しな。勘違いしてんなよ。ゾロゾロお供がいなきゃお前なんか敵じゃねえよ。数で有利だから強気になるなんてクソだせえぞ悪魔君。て、誰がダサいだこの野郎。さあ始めようか。赤い魔物君。痛いなこの野郎。いって、あのエンジン軽量化のせいか耐久性は低そうね。攻撃して減速させられないかな。やっぱりついてこれねえか。火炎瓶を嫌え。クロアの動きに惑わされないで。行くぞ行くぞ。やっぱりついてこれねえか。よく狙って撃つんだ。ほった。いいぞ。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。エースみたいだな。結構燃えるじゃん。王子、敵の行動を予測するんだ。王子、コーナーです。コーナーで追いつくのですぞ。やっぱりついてこれねえか。避けてみろ。よく狙って撃つんだ。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。火炎瓶を嫌え。火炎瓶を嫌え。避けてみろ。クロアの動きに惑わされないで。勝負するのが怖くなったか。よく狙って撃つんだ。避けてみろ。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。まだまだ。えい。ついてこれねえか。そんな目から追いつけると思うな。よく狙って撃つんだ。こいつは効くぜ。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。火炎瓶を嫌え。炎瓶を嫌え。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。おいおい、まだまだこっからだぜ。避けてみろ。よく狙って撃つんだ。えい。まだまだこっからだぜ。
よく狙って撃つんだ。あちちちちちち、やべえ、燃えてやがる。おいおい、まだまだこっからだぜ。避けてみろ。やるじゃないか、魔物君。その強さ、魔物じゃなければクロア隊に欲しいくらいだぜ。冗談じゃねえって。そんな目から追いつけると思うな。おいおい、まだまだこっからだぜ。勝負するのが怖くなったか。いいぞ王子、もう少しだ。燃えろ。そんな目から追いつけると思うな。避けてみろ。やっぱりついてこれねえか。雨から追いつけると思うな。えい、やっぱりついてこれねえか。そんなキザな人間などに負けんでくだされ。勝負するのが怖くなったか。燃えろ。なかなか早いじゃん。おいおい、まだまだこっからだぜ。勝負するのが怖くなったが、やっぱりついてこれねえか。避けてみろ。避けてみろ。Shoot!
なぜ俺を。だってあなたも大事な。チッ。おいおい、魔物が人助けなんて悪い冗談だぜ。ああそうか、とどめは自分の手で誘ってんだな。いいぜ、お前にはその権利がある。ベルゼはそんなことしないよ。悪魔に操られてるってわけじゃなさそうだな。どうも俺が聞いてる魔物ってのとは違うらしい。とりあえず今日は乾杯だ。だが次はこうはいかないぜ。へえ、何回やっても同じだっての。将軍一人一人の力量が国王軍とは比べ物にならん。対抗できるのはアレ将軍くらいだろう。手強いぞフォレストランド軍は。大したことねえよ。あのさ、ベル…あ？ベルゼって私のおじさんなんだよね。おじさんはやめろ。おじさんでいいではないですか。じゃあシーフはアンのことアン様って呼べよ。姉ちゃんの子なんだからな。確かにそうですけど、今さらそれは…こそばゆくなるからやめて。これまで通りでいいよ。そうか、じゃあ遠慮なく。それでおっさん、いつフォレストランドに行く？すぐにでもと言いたいが、サンドランドでやり残したことがある。やり残したことって？話はスピノ町に戻ってからにしよう。すまんが少し休みたい。結構無茶したもんね。主に君がな。そうだっけ？若者にはこの程度の冒険は答えないか。俺とシーフの方が年上だけどちっとも疲れてねえぞ。あんたたちは特別すぎるの。ふう、安心して休める場所というのはありがたいものだな。で、やり残したことってなんだ？フォレストランドに乗り込む前にサンドランド国内のアクアニウムを回収しておきたい。他にもアクアニウムがあるの？おそらくとしか言えんがな。どういうことだよ。サンドランドには旧大戦で使われた戦艦が2隻ある。1隻はルジバ戦艦、そしてもう1隻がメリック戦艦だ。なるほど、戦艦の動力として使われたアクアニウムが残っているわけか。その可能性はあると思う。これまでの動きを見る限り、フォレストランド軍はアクアニウムの場所を正確に掴んでいる。北東の果てにあるメリック戦艦までたどり着いているかはわからんが、不安の目は早めに積んでおきたい。アレ将軍に伝えて国王軍に任せられないの？もちろんアレには伝えるが、私たちが動いた方が早い。俺たちの方が強いしな。そういえば国王軍の警備隊が負けてたんだっけ。わかった、おじさんたちはアクアニウムを取りに行って、私はいつでも出発できるように残って準備しておくから。そうしてくれると助かる。
今手元にあるアクアニウムはどうするんじゃ。持ち歩いていたらまた奴らに追いかけられるかもしれんぞ。確かに。しかし隠しておける場所に心当たりなどないぞ。それなら東亜町長に聞いてみたらいいんじゃない。そうだな、そうしてみよう。なあおっさん、絶対に見つからない宝物の隠し場所知らないか。宝の隠し場所？ヒューと宝探しゲームでもするのか。いや、大人同士のくだらない遊びだ。何を隠すつもりだ。あなたは知らない方がいい。そうか、よほどのものらしいな。それなら西の隠し部屋がよかろう。地図を書いてやる。反乱軍時代に貴重な銃器などを隠していた場所だ。まず見つかることはない。それは心強い。隠しに行くのは私に任せて。みんなは先を急ぐでしょ。お前一人で大丈夫かよ。めいっ子のことが心配。うるせえ、そんなんじゃねえよ。めいっ子？うん、こっちの話。とにかく隠すのは私に任せて。行ってらっしゃい。ったく、あんなやつ、おじさんとかめいっ子とか何なんだ。そう言ってやるな。10年両親と離れ離れなんだ。身近に血縁者がいると分かって嬉しくて仕方ないんだろう。ふん、そんなもんかね。こちらラオ、アレ将軍聞こえるか。こちらアレ、何かありましたか。これからアクアニウムを探しにメリック戦艦へ行こうと思う。それはありがたい。調査隊を派遣するつもりでしたが手が回らず気を揉んでいたところです。国王から命令書にサインをもらい次第隊を合流させますので、それまでよろしく頼みます。了解した。